皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は5月27日から5月31日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計21冊紹介していきたいと思います。5月27日スヌーピー楽しく部屋が整う折りたたみ収納バスケットブックが発売されます。こちらはスヌーピーが率いるビーグルスカウトデザインされたマルチに使える収納バスケットが登場。くすみ感のあるブルーでインテリアにも馴染むおしゃれなカラーです。ハンドル付きなので持ち運びに便利なほか、棚にそのまま収納して引き出しのように使用しても OK。 キッチン用品や細々とした衣類やおもちゃ、デスク周りの小物などはとりあえずバスケットの中に入れておけば出しっぱなしでも可愛く片付けることができます。水洗いできるのでピクニックやバーベキューなどのアウトドアシーンでも大活躍。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納することができます。5月27日、ムーミンお部屋ライトビッグサイズが発売されます。大人気のムーミンのお部屋ライトシリーズに高さ約30センチのビッグサイズのムーミンさんがお仲間入りです。ポイントはちょこんと座るムーミンさんのフォルムが愛らしく360度どこから見ても癒されます。プニプニ感触のシリコン製で割れる心配ありません。LED なので熱くならず安心安全設計。どこにでも置けるコードレス USB ケーブル充電式となっております。6段階の明るさで調節機能付きで約1時間後に自動で消灯するタイマー機能付きとなっております。5月27日集まれ動物の森喫茶鳩の巣タンブラーブックが発売されます。もうおなじみの保冷保温力が高くアイスもホットも飲み頃温度が長く続く真空断熱構造のタンブラーに喫茶鳩の巣のデザインが登場です。結露しないのでデスク周りでも使いやすいですね。またカップコーヒーがそのまま入るので車や職場でも大活躍間違いなしです。5月28日大人ミューズが発売されます。付録はアウトドアプロダクツユージュアルシングス軽い静か風力3段階進化したハンディ扇風機です。こちらは進化を遂げたスペックを備え軽くて静か、そして風量も3段階に調節できるという仕様になっております。首掛けできるロングストラップ付き、風量は裏面のこちらのボタンで調節可能です。 USB 充電式でパワフルかつ使い勝手抜群となっております。そして大人ミューズは増刊号も発売されます。付録はアウトドアプロダクツユージュアルシングスコンパクトに折りたためるスタッキングコンテナボックスです。お部屋のインテリアに馴染むベージュカラーがおしゃれ。 350ml 缶が余裕で6本入るサイズ感で持ち手がついているので持ち運びにも便利です。折りたためばコンパクトになりますよ。リビング周りのリモコンや細々としたものをまとめたり、化粧品や手紙類を整理するなど用途はいろいろあります。スタッキングして使っても OK です。そして大人ミューズは特別号も発売されます。付録はアウトドアプロダクツユージュアルシングスコンパクトに折りたためるスタッキングコンテナボックス2個セットです。増刊号と同じベージュに白×ブルーを加えた2個セットとなっております。サイズ仕様は同じです。色違いでスタッキングとして使うのもおすすめです。5月28日グローが発売されます。特別付録はアクアスキュータムポーチ付き 2wayエコバッグです。アクアスキュータムのクラブチェックがおしゃれな 2way バッグ。撥水加工でレインカバーとしても使えるバッグとポーチの便利なセットです。普段はエコバッグやサブバッグにビッグサイズで大容量、雨の日はレインカバーバッグになります。ブランドアイコンのクラブチェックで揃えて持つのも素敵ですね。口ひもを絞ると巾着に。大事なバッグや荷物を雨からカバー、もちろんポーチは単体でも使用できます。5月28日バイラが発売されます。別冊付録としてコンバイラがついてきます。5月28日ムーミン整理上手な12ポケットマルチに使えるポーチブックリトルミーバージョンが発売されます。ご覧ください。高級感のあるリトルミーさんの刺繍が大人かわいい。たくさんのポケットで整理力抜群な優秀蛇腹ポーチです。上品なグレージュの生地にリトルミーさんの刺繍が入る大人に似合うリッチなポーチですね。ゴールドのの引き手も大人かわいいポイント。おしゃれなデザインだけではなく機能性も抜群。内側には6つのカードポケットにオープンポケットが4つ、ジップポケットとクリアポケットが各1つ、合計12個のポケットがついております。豊富なポケットで小物の整理がしやすいのでさまざまな用途に大活躍。コスメや文房具を入れたり、お薬や診察券、お薬手帳など病院周りのものを入れたり旅行用にしたりと、まさにマルチに使える便利なポーチとなっております。5月28日、トライアングル大容量でリュクスな三角バックブックが発売されます。こちらはジェンダーレスで持てるトレンドの三角バッグ。ワンハンドルで洗練されたトライアングルのフォルムが印象的です。オンでもオフでもシーンやコーディネートを選ばずに使えるシックな黒バッグは、そこに向かって広がっているので大容量なども魅力。軽量で丈夫な素材なのでショッピングバッグとしても活躍してくれます。5月29日、プティマイン親子で使えるバックブックが発売されます。大人気のガールズボーイズブランド、プティマインのブランドブックが完成です。本誌限定アイテムは、親子のお出かけがもっと楽しくなるオリジナルのマザーズトートバッグとミニバッグの豪華2個セットです。シンプルで使いやすいバッグで、親子リンクコーデのアイテムとしても大活躍間違いなし。マザーズトートバッグは大容量なので、ついつい荷物が多くなりがちなママも安心。大きな内ポケットが2つついていて、合皮の持ちやすい高級感のある持ち手もポイントです。ミニバッグは女の子も男の子も持ちやすいシンプルなデザイン、マチがしっかりあるので、お気に入りのおもちゃや箱型のお菓子も入っちゃいます。またショルダーにもできるので、小さなお子様も楽に持つことができます。こちらのセットでぜひお出かけしてみてください。5月30日、セブンデイズパックスクエアバックパックブックとファミリーマートで発売されるスペシャルパッケージが発売されます。オンオフ問わず毎日使える万能バックパックが登場です。ベーシックなブラックカラーでスタイリッシュかつ男女問わず使えるデザインに仕上がっております。ポイントは、フロントポケットは A5 サイズも入るたっぷり収納、サイドには 500ml ペットボトルが入る絶妙なサイズのポケットを装備、折りたたみ傘も入ります。背面にはキャリーケースに付けられるベルト付きです。また長財布がぴったり入る貴重品ポケット、背負いながら出し入れできて便利に使えますよ。こんな感じで3層に分かれて整理しやすいんです。メイン収納はダブルジップ仕様、中は一目で中身が分かる便利なメッシュポケット、A5 サイズも入ります。また分厚いバインダーも入る書類ポケット、A4 サイズも楽々入ります。背面には18インチも入るパソコンポケットを装備、表面は撥水加工がされ、雨の日も安心です。ふかふかのストラップは重くなっても肩が痛くなりにくい仕様、サイズ調節ももちろん可能です。ビジネスはもちろん、通学や旅行、ジム、休日のお出かけまで様々なシーンで活躍間違いなしです。5月30日、クレイサススマホポーチブックブラックが発売されます。人気ブランドクレイサスのスマホポーチに新色が登場です。オールシーズン、どんなシーンでも活躍するブラックカラーがついに完成いたしました。スマホショルダーとミニ財布がドッキングした使いやすいデザイン、これだけでお出かけができちゃう超便利なポーチとなっております。フロント部分にはカードとコインの入るミニ財布がついており、使いやすさ抜群。メイン収納の他に背面ポケットがあるので、スマホもさっと取り出せます。ブランドのアイコンであるカメリアマークの上品さが美しいデザインに仕上がっております。5月30日、ウィリアム・モリス真空断熱タンブラーブックゴールデンリリーバージョンといちご泥棒バージョンが発売されます。どちらもローソンで販売されます。おなじみのタンブラーに新デザイン登場です。真空断熱構造で氷が6時間溶けません。カップコーヒー、アイス SM、ホット ML サイズがそのまま入るタンブラー、もちろん保冷保温どちらも OK、 結露しないのでデスクや車で使いやすいですね。容量 450ml でたっぷり楽しめるタンブラーとなっております。5月31日、ニコラが発売されます。ブロックはキルシークリアポーチがついてきます。5月31日、エクラが発売されます。別冊付録として大人だけが知っている沖縄がついてきます。5月31日、ストーリーが発売されます。別冊付録として2024後半を盛り返す進撃のウォッチ&ジュエリーブックがついてきます。5月31日、もう手放せない収納力&軽やかさ、スケープオブグリーンプレミアムリッチなショルダーバックブックが発売されます。こちらは控えめな光沢感のあるナイロン生地とツヤのあるロゴプレートがリッチなショルダーバッグです。男女兼用で使えるシンプルなデザインとなっております。正面にはリュクスな輝きを放つロゴプレート、ジップの引き手は高級感のあるレザー調を採用、大きく開いて取り出しやすいフロントポケットを装備、メイン収納には細かいものが整理できる内ポケットがついております。コンパクトなサイズながら街が広く 500ml ペットボトルや長財布などのお出かけに必要なものがしっかり入るのが嬉しいポイントとなっております。5月31日、スヌーピー真空断熱スタッキングタンブラーブックエンジョイカフェタイムが発売されます。夏はクールに、冬はホットにゆっくり飲み物を楽しめるスヌーピーの真空断熱タンブラーが登場です。容量 350ml でお茶の時間やお食事のお供にぴったり、積み重ねられるスタッキング仕様なので複数あってもすっきり収納できます。前面にはコーヒーを楽しむチャーリー・ブラウンさんとスヌーピーさんの仲良しイラスト、後ろ面にはスヌーピーさんのお顔が大きくプリントされていて、どこから見ても可愛いデザイン。家族や大切な人と揃えても楽しいキュートな実用的なタンブラーです。いかがだったでしょうか。ここまで5月27日から5月31日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計21冊紹介してきました。来週も魅力的なバッグ、ポーチなど多数のアイテムが登場してきます。付録でしか手に入らないアイテムとなっておりますので、気になるアイテムは早めにチェックしてくださいね。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてください。そして X、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。